京都府道40号下鴨制限大原線は、京都府京都市左京区下鴨本町から道区大原、上野町に至る、主要地方道に指定された府道である。別名、下鴨本通り、北山通倉間街道本路線は、道路法第7条の規定に基づいた京都府の一般府道として1959年に、京都府が初めて認定した282路線のうちの一つである。 大原西原子下がも線を前身としている。認定当初の終点は、不動銀閣寺大将軍戦法店の河原町、今出川交差点にあったが、同法第56条の規定に基づき、1964年の第2次主要地方道指定時に建設省が、不動大原西原子下がも線の一部を、下賀茂京都停車場線の一部として、主要地方道に指定したのを受け、 一部を道路線に編入することになったが、この時点で、不動・大原制限下鴨線は変更されず、不動・下鴨京都停車場線と徴用する形で継続となった。さらに、1982年の第5次主要地方道指定時に建設省が大原制限下鴨線を、下鴨茂制限大原線として、主要地方道に指定したのを受け、 京都府が起点と終点を反転した上で、不動下鴨京都停車場線との徴用浴間を除外する形で路線名も下鴨制限大原線に変更して、現在に至る、交付見峠制限付近。ありがとうございます。